はい、どうもトラキチの無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、701日目ですね。はい、現在2021年11月8日の16時、6分なんですけども、今回はですねちょっとミキサーの方ねやりたいなと思います。はい、ですね A ランク自チームミキサーを、3回やります。はい、3回分用意しました。で S ランク自チームミキサーもやります。はい、1回だけですけどね、やりたいなと思います。はい、まあ、これでねちょっとねオリックス純正ね強化したいなと思ってます。はい、まあシリーズ2完全移行までねもうあんまり日ないんですけども、まだシリーズ1でもね結構欲しい選手もいますんで、まだまだ S ランクね揃ってないんで、オーダー的にね全然揃ってませんので、シリーズ1でもシリーズ2でもいいんでね、まあ今の時期にちょっとミキサーやりたいなと思います。はい、まずは、A ランク自チームミキサー3回やりますんで、欲しい選手の確認ですねしときたいなと思います。はい、まあ、シリーズ2で言いますと、今回追加された、ね、この漆原選手ですか、漆原選手、僕 S ランクも A ランクもね、1枚も持ってませんのでね、まあ、ぜひ、まあね、なるべく多く集めておきたいなとは思ってます。はい、あと、ヒギンス選手、田島選手、富山選手が S ランクを持ってて極みではありませんのでね、この辺り来てくれると、まあ、限界突破ようになりますんで、ぜひ来てほしいかなと思ってます。はい、でシリーズ1で言いますと、まあ、もちろんヒギンス選手、田島選手も欲しいんですけども、まだね5枚に達していない選手、 A ランクがね5枚に達していない選手も結構いますんで、 S ランクは持ってなくてもね、まあ、A ランク5枚は持っときたいなと思ってますんで、そのあたり来てくれると嬉しいかなと思いますね。まあ、T 岡田選手、山田選手、あとは吉田亮選手で、比嘉選手、福田選手、増井選手で、ヒギンス選手、田島選手、若月選手、この辺りですね。この辺り来てくれると、まあ、A ランク5枚に近づいていけるかなという感じですね。はい、それでは、A ランク自チームミキサー3回いきます。上からいきますね。もう1、2、3、4、5枚。はい、まあ、S ランク持っててね極みではない選手、まあ、限界突破できる選手来てほしいなと思ってます。まずは1回目お願いします。来い。さあ、ヒギンス選手とかね、富山選手、田島選手あたりが来てくれると非常に嬉しいんですけども、はい、まず1回目、さあダメ。おお、山崎選手、山崎選手はねこれで一応称号用ですね。はい、一応 S ランク1枚と A ランク5枚持ってまして、まだ減突してないんですけども、これで称号用1枚取りましたね。これは良かったです。はい、山崎選手シリーズ2の A ランクは初めてですね。はい、それでは2回目いきます。1,2,3,4,5 ですね。はい、限界突破できる選手来てほしいです。お願いします。来てくれ。田島選手、富山選手、ヒギンス選手、この辺りがね来てくれると非常に嬉しいんですけども、特に富山選手は S ランクシリーズ2なんでね来てほしい。さあ誰、ヘゲン選手来ました。はい、これで突4ですね。いいですね。はい、これはいいですよ。嬉しい。はい、ありがとうございます。これで、突4まで行きましたね。はい、いや順調です。はい、それでは最後3回目いきます。1,2,3,4,5枚ですね。はい、限界突破できる選手、もう1回ヒギンス選手来てくれてもいいですね。ヒギンス選手あと1枚で極みですね。富山選手、田島選手あたり来てほしいです。いきます、お願いします。来い。さあ、田島選手、ヒギンス選手、富山選手、あとはまあ A ランクまだ5枚揃ってない選手来てほしいです。さあ、ダメ。吉田亮選手、いいですね。吉田選手、これで吉田選手3枚目やと思います。 A ランクね、はい、S ランクは持ってないんですけどね、これで3枚になりましたんで、まあ、なるべくね、5枚に近づけていきたいんでね、よかったです。はい、これ嬉しいですね。はい、結局ヒギンス選手、誰来たかな、吉田亮選手、ヒギンス選手、山崎選手ということで、山崎選手は、称号用、ヒギンス選手は突4、吉田選手は A ランク3枚目かな、4枚目、3枚目と思います。はい、まあいい感じですね。はい、いいの来ました。はい、よかったです。それでは、S ランク自チームミキサーやりたいなと思いますんでね、欲しい選手の確認しておきます。まあ、シリーズ2完全移行までね、まもなく完全移行なんですけども、まあ、シリーズ1でも欲しい選手も全然いますんで、やりたいなと思います。
まあとりあえずね、被らなければ誰でもいいんですけども、まあ、富山選手ね、富山選手はね、実はもうシリーズ2の S ランクも2枚あって、シリーズ1の S ランクも1枚持ってましてね、妙に富山選手来るんですけども、今回ちょっと来てほしくないですね。はい、A ランクはないんですけどね、 S ランクも3枚ありますね。はい、あとはまあ S ランク自体持ってない選手でいうと宮城選手で、今回追加されたこの T 横田選手ですね、 A ランク4枚持ってますんでね、ぜひ来てほしいなと思いますね。で、あと伏見選手で、宗選手、平野選手、このあたりがもう S ランク自体を持ってませんので、足立選手もそうですね、足立選手もそうです、このあたり S ランク自体持ってませんのでね、ぜひ来てほしいなと思ってます。特に平野選手、宗選手はもう A ランク5枚持ってますんで、極みにできますんでね、ここ来てほしいなと思いますね。はい、あとシリーズ1ですけども、シリーズ1でもね、まだ結構いまして、まあ比嘉選手、A ランク4枚、まあ、覚醒を持っているんですけどね、まだちょっと A ランクの揃いが悪いんで、覚醒させてないんですけども、あとはまあ福田選手、これ A ランク今3枚かな、で若月選手 A ランク4枚持ってますんでね、このあたり来てほしいんですけども、なんといってもこの一番来てほしいのはこれジョーンズ選手なんですけども、僕 A ランク8枚かな持ってるんですよね。でまあね、称号でパワー A にも乗りますんで、まあ、シリーズ1ですけども、非常にジョーンズ選手、なんやったら今一番欲しいかなっていう選手なんでね、ぜひジョーンズ選手来てほしいなと思ってます。はい、あとはまあそうですね、このトング選手っていう方でしたっけね、名前ね、なかなか難しい名前ですよ、トング選手、これ A ランク僕持ってないんですよね、 A ランク実装されてるかどうかわかんないですけど持ってないんでね、まあこのあたりよりも、まあ、ジョーンズ選手とか若月選手あたり、足立選手とかね、福田選手とか来てほしいなと思ってます。はい、シリーズ1でも全然いいんでね、まあ何しか被らなければいいです。ちょっと被り出すような枚数になってきましたんでね、被らなければいいかなと思ってます。はい、それでは S ランク自陣ミキサー、まあ1回だけなんですけどね、やりたいなと思います。上からいきます、1,2,3,4,5 枚ですね。はい、とりあえずもう被らなければ誰でもいいんですけども、中でも欲しいのはまあシリーズ1ですとジョーンズ選手欲しいかなと思ってます。それではいきます、 S ランク自陣ミキサー、被らず来てほしいです、お願いします。被んなよ、頼む。さあさあ、シリーズ2でも、シリーズ2やったらね、 S ランク自体持てない森選手とかね、 T 岡田選手とか平野選手来てほしい。さあ誰、被らず来い、森選手シリーズ2、よし、これは嬉しい、これやりましたね。はい、A ランク5枚持ってます、シリーズ2ですね。いやー、当てましたね、これ嬉しいな、めちゃくちゃ嬉しいです。いや、よかった、宗選手やっと来てくれた。はい、シリーズ2で来てくれましたね、しかも一応能力見ますね。いや嬉しい、極みで入れますよ。はい、これですね。はい、守備がサード B、 弾道ラインドライブ、ミート66、パワー66、走力77ということでね、足の速い選手ですね。守備もいいですね、サード B。 はい、いろんなとこ守れますし、いやー、宗選手はね、 A ランク5枚持ってますんで、これは良かったですね。いや、だいぶ強化になりますねこれね、超ラインドライブ、走塁逆境。はい、いやこれ嬉しいですね。はい、よかったです、 S ランク自陣ミキサー。まあこの時期なんでね、まあこの時期ですけどね、シリーズ1でも欲しい選手いましたんでね、やろうかなと思ったんですけど、まあ、シリーズ2来てくれましたんでね、宗選手、非常に嬉しいですね、極みまで極みにできますんでね、いい選手来てくれました。はいはい、今回こんな感じですね。まあ、A ランク自陣ミキサーもね、3回とも結構、まあ、欲しい選手来てくれましたんで、ね、非常に良かったかなと思うんですけども、まあ、何よりも S ランク自陣ミキサーでシリーズ2の宗選手、A ランクを5枚持っている宗選手来てくれましたんで、非常にオリックス純正強化できたかなと思います。はいはい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。